違った声質をしていると思います。ぜひ聞いてみてください。さあどうでしょう。聞き方、プンプンと一定の感覚を開けたような声が聞こえてきます。こちらは拗ねている時が実は声なんです。拗ねている時、ちょっと不機嫌な時、こういう声を実は出しております。相手してくれない時もプン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 言って拗ねてしまっているんです。オスのパンダが猛烈にアピールをしております。通常パンダの赤ちゃんの声を聞いてみましょう。ちなみに赤ちゃんはピンク色の小さいそうなんです、小さいの。大変小さな体をした赤ちゃんですが、とても大きな声で鳴いているかと思います。体が小さい。さあそうです。次のプログラム、はい、もう流れ分かって、どうして欲しいんだって。はい、さあ、はい、よいしょ、はい、というわけで立ち上がると160センチぐらいになりますが、はい、その中でも座ってしまう。毛がいっぱい生えているので、方向に向けます。赤ちゃんの画像を先ほど見ていただきました。赤ちゃんの方の方が尻尾は目立って見えるので、あなたたち、なんでこんな変に仕分けられるのか。これはすべて汚れがついてしまっているからです。でもう一台、彼女たちがもともと中国で生まれたから1年間ずっと寒いからですので毛が生え変わらないからですね。夏に冬毛という境がないので、もう汚れが少しずつ積み上がってしまう。少々お待ち、はいはい、嫌なんですね。それを例えば洗うとかっていうことは、はい、これに気づいてください。そうなんです。はい、これぐらいの大きさになると、もう直接ゴシゴシやらないと、はい、ゴシゴシやらないと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 、